最初にコーンに向かってまっすぐドリブルして、1つ目のコーンをアウトサイドを使って横に外します。その後2つ目のコーンと1つ目のコーンの間をインサイドタッチで斜めに逆に切り返します。そして切り返した後、2つ目のコーンの後ろに縦にダッシュをします。コーチにやってもらいます。左足でドリブルします。左足のアウトで外に外して左足でインサイド、その後右足のインサイドで縦に、左足でまっすぐ、左へアウト、イン。じゃあスピードを少し上げて、左足、一つ目のコーンを抜くときにスピードを上げ、そう。この状態で一つ目のディフェンス、一人目のディフェンスに対して左側にスピードを上げることで、二人目のディフェンスはこのボールに対して正面に入ろうとします。ここが縦にスピードが上がることで、このディフェンスが反応して逆に、そしてこのディフェンスは次に戻ろうとします。なのでその背中側にスピードを上げます。そしてインサイドで切り返した後、切り返した後の股関節を大きく広げて前に出る、このイメージの股関節を広げるということが大事なポイントになります。左突っかけて外して中、 OK、 チョン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 、 OK、 チョンチョン、縦中、 OK、 チョンチョンチョン、外、オッケー。じゃあちょっとストップ、ここに来て、このコーンに対して横幅を広く使うことを意識します。狭いところを通るのではなくて、左に外に外すときにもできるだけ外に、中に切り返すときもできるだけ向こうに、股関節をアウトサイドの時に外に大きく、そして戻った時にも股関節を大きくしてインサイド、この股関節が大きく開くことで横幅が広がります。